忍メール第3話だよ。まあまあ、より正確に言うならば忍メール第悲惨話と言うべきかもしれないけれどね。言うべきかもしれないわけあるか。悲惨ってなんじゃ。え、でもお前らが全滅するんだろ。そんな悲惨なことにはならんわ。この猿蟹合戦ならぬ猿蟹合体にやられるんだろう。あれだけの予習をしてきておいて、なんで肝心の忍メールの内容があやふやなのじゃ。やられんわ。ちゅうかやってられんわ。なんだつまんない。みんな死んで僕と一緒になると思ったのに。本当の友達になれると思ったのに。めっちゃ怖いわ。本当に怖い妖怪みたいなことを言い出すな。本当に怖い妖怪なんだけれどね、僕死体だし。怖さで言うなら半分猿で半分カニというこの怪異もどきもなかなか恐ろしいビジュアルじゃがの。よくビジュアル化できたよね。そんな怪異もどきのよくないもの相手に有能果敢に突っ込んでいったあの後輩娘はただならぬというほかないがの。有能果敢というよりはちょっとつ盲信という感じだけれど、鬼のお兄ちゃんはみっともなくすっ転んでいたけれどね。ウケる。ウケるな。ここで妖刀心当たりがお目見えするわけだ。口の中からこんな大太刀を取り出すなんて、お前手品師みたいだね。手品師って言うな。どう考えてもお前の身長よりも長い大太刀をどうやって体の中に収納していたのか気になるな。お前が死んだら解剖して調べよう。死後に解剖するな。死んだら本当の友達になれるんじゃなかったのか。友達のことはよく知りたいって思うんだ。死んでも死にきれんわ。野暮な説明をすれば、これは手品でも何でもなくて、一回一回お前の物質創造能力で妖刀心当たりのレプリカを鍛造しているってことでいいのかな。素人である鬼のお兄ちゃんが猿蟹合体を一刀両断したところを見ると、振るうのに特段の技術を必要とするわけではないんだね。あんな長さの刀、妖刀でなくとも使いこなすのは大変そうだけれど。まあ我が主様はこれまでにも何度か振るったことがあるからな。初めて使ったのは確かゴールデンウィークに化け猫を相手にした時じゃったか。ああ、羽川翼を一刀両断にした時のことか。一刀両断にするか。どんな展開じゃ。そんな本編にどんな副音声をつければいいんじゃ。それこそ悲惨じゃろうが。その時の副音声を担当したのも僕なんだけれどね。あの男が土下座して頼むから貸してやったのじゃがな。あの頃のわしは無口キャラじゃったからの。一生無口でいればよかったのに。うぬが一生無口でいろ。オープニングだよ。猿蟹合体は倒せたみたいでよかったね。お前たちにしてはよくやったよ。62点。ぶっ殺すぞ。お前と同じ評価なんだけれど。同じでもうぬに言われると腹が立つわ。ウヌが一体どの立場から採点しとるんじゃ。立場っていうか、ブランコに座って見ていたお前が採点するのだって十分おかしいだろう。何度も言うけれど、この猿蟹合体はお前が連れてきたんだって。じゃから蛇の頭はわしが握りつぶしたじゃろうが。蛇の頭を握りつぶすって結構気持ち悪いことするよね。25点。じゃから採点するな。本当に気持ち悪いのはこの後の A パートなんだけれどね。お前蛇を含めたこの怪異もどきをガツガツ食うじゃない。怖。猿に引っかかれまくった怪我をさっさと回復させねばならんかったからの。野趣あふれるお食事だよね。同席せずに済んでよかった。オープニング終了だよ。 A パートだよ。ここで鬼のお兄ちゃんとカンバル駿河が上着を交換するんだよね。そうじゃな。猿娘のジャージがバトルの結果ビリビリに破れてしもたからの。ノーブラだったからね。お兄ちゃんの配慮だ。鬼配慮だ。鬼配慮ってなんじゃい。だけどこれが結構検証すると面白い話でね。じゃあ猫物語白において登場した鬼のお兄ちゃんがまるで大冒険を終えてきたかのようにボロボロの上着を着ていたのはなんだよ。あれはカンバル駿河と上着を交換していただけだったのかよみたいな。あの時めちゃくちゃかっこよく登場しておったが、羽川翼は感動さえしていたのにね。なんだその舞台裏。舞台裏っちゅうかこっちではそれが表なんじゃがの。そうだね。鬼のお兄ちゃんが大冒険を終えて羽川翼の元に駆けつけたのは嘘じゃないもんね。それこそ妖刀心当たりを引っ下げてさ。よく考えたらその刀もわしからの借り物じゃな。もっとも元はといえばそれだって初代怪異殺しの持ち物ということになるわけだ。返してもらうって言ってたよね。吸血鬼としての評価はさておき、お前や鬼のお兄ちゃんよりも初代怪異殺しの方が刀を振るのは上手そうなイメージはあるけれど、そこはどうなの。それは専門職じゃからの。
我が主様は素人じゃし、刀は刀でも日本刀っちゅうのはわしにとっては馴染みのあるものではなかったからの。400年も使っておればさすがに慣れたが、それとて誰かから教えを受けたわけではない。人から何かを習うってタイプじゃないもんね、お前。そう、独学でさえないな。適当に振るっておるだけじゃ。まあお前の場合、別に大太刀なんて使わなくてもいいって事情もあるんだろうけれどね、あくまでも衣装っていうか余興みたいなものだよね。そうじゃな。いや、幼女化しておるこの時はそうでもないが、前世紀においてはわしにとって使う必然性があったわけではない。怪異殺しはあくまで刀由来のニックネームで、わしの吸血鬼としての性質は怪異食いじゃからの。怪異食い、高校生みたいだね。怪異食いではない。いくらわしとて下校中に歩きながら怪異を食べたりせん。想像すると愉快なコースではあるけどね。少なくとも地面に這いつくばってガツガツ食うよりは。エナジードレインという意味では蛍光摂取は必ずしも効率がいいとは言えんのじゃがな。こればかりは吸血鬼の生態であるゆえいかんともしがたいわい。猫ちゃんの場合は触るだけでエナジードレインできちゃうんだったね。確かにあれは便利そうだった。そうじゃな。怪異としては吸血鬼には及びもつかん存在じゃが、接触摂取ができるというのはお手軽じゃ。ただ意識的にコントロールできないというのは問題じゃがの。そっか、本人に食事するつもりがなくとも触ったら問答無用で食べちゃうんだった。あれは厄介そうだね。周りは迷惑じゃし、本体も栄養過多に陥りかねえしの。何にしてもそんなに必要なものじゃないって言うんだったら、初代怪異殺しに返してあげてもよかったんじゃないの。妖刀心当たりってもともとはあの鎧武者の骨なんでしょう。そこはまあ詳しくは下巻を待ってほしいところなのじゃが、ちょっとだけ今言えることを言っておくと、この場合返した瞬間わしがぶった切られる恐れがあるからの。あ、そっか、そりゃそうだ。妖刀心当たりっていうのはキスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードという吸血鬼すら退治しうる兵器なんだ。そりゃお前にしてみればおいそれと返すわけにはいかないよね。それを思うとお前ってとんでもないやつを最初の眷属にしちゃったんだね。経緯はいろいろあったとは思うけれど、やっぱり全部お前が悪いよね。全部をわしのせいにするな、ぶった切るぞ。しかしまあ岩塩さんも分かりにくいところにメッセージを残したものだよね。ブランコの下なんて普通見ないよ。ああ、わしがブランコの下で寝ておった理由な。いや、でもそれってブランコの下にいた理由にはなっても、ブランコの下で寝ていた理由にはならないよね。あの時はバトル後で疲れておったからの。あと何気に焼け落ちた廃ビルに向かう時化け猫に触られておったから、そこそこのエナジードレインをされていての。ああ、そうだったそうだった。実はお前疲労困憊だったんだ。そうでなかったら怪異もどきのレインコートに苦戦などせんわい。なるほど、確かに夢の共演でこそあったが、よく考えたら一人で戦った方が楽だったかもしれん。身も蓋もない見解だね。その疲労も最終的にはサルカニ合体を食べることでおおむね回復したがの。ちゅうところでそろそろ A パートもおしまいか。うん、岩塩さんの状況解説がもうすぐ始まる。と言っても回をまたぐんだけれど。ここで回をまたぐということはつまり下巻に続くということじゃな。まあ長い話になるのは仕方ないよ。何せ400年前からの因縁でもあるし、また歌舞伎物語から連なる一連の物語の解説でもあるんだから。それはその通りじゃが、しかしそれを差し引いてもこの元締めの話は長いっちゅうのはあると思うぞ。否めないね。この時こやつが偽名を名乗った理由って結局何じゃったんじゃ。偽名を名乗ったのみならず、あのアロハ小僧の妹じゃと大胆な嘘もついておったが。岩塩さんの心中の全てを僕が理解しているわけじゃないけれど、それはカンバル駿河に対する手前だよ。岩塩姓を名乗ったらさすがに血縁だってバレるでしょう。ふん、しかし妹というのは無理がないか。先輩なんじゃろ。そこは謎だ。若やぎたかったのかな。それともカンバル駿河の母親岩塩東映の妹という立場を引きずったのかもしれない。まあ確かに姉という雰囲気ではないか。うん、先輩っぽくはあっても姉っぽくはないよね。 A パート終了だよ。 B パートだよ。忍メールの上巻はとりあえずこれでおしまいということになるんだけれど、忍
何か他に言っておきたいことはある？言っておきたいのは呼び捨てをやめろじゃ。もう言っても無駄な気しかしておらんが。でもおしの。でもじゃないわ。名字で呼び捨てにするな。ややこしいわ。アロハ小僧とごちゃつくし、画面でこの女もおしのせいを名乗っておるし、おしのだらけじゃろ。しかしお前は本当に綺麗に騙されたもんだよね。どこで嘘だって気づいたの？下巻でも特に気づいている様子ってなかったよね。ネタバレにもならんと思うから言ってしまうと、気づいたのは全部が終わった後じゃったな。気づいたっちゅうか、我が主様に教えてもろうたのじゃが。岩塩さんにしてみれば、正体を隠したままでカンバル駿河を巻き込みたかったっていうのがあったんだろうな。まあバレたらバレたで、それでいいくらいの優先順位だったとは思うけれど、鬼のお兄ちゃんがパッとうっかり教えちゃう可能性もあったわけだし、そこは我が主様も空気を読んだのかの。そして岩塩さんから一刻も早く鎧武者の正体について聞きたくて気がせいていたんだろうね。それはあっけなく教えてくれたわけだけど。あっけなさすぎるわ。あんな言い方をされて信用できるか。どんな言い方をされてもお前を納得させるのは難しかったと思うけれどね。この B パートはおろか、解説が下巻に及んでもお前はまだ半信半疑だっただろう。信じられなかったのか、信じたくなかったのかはともかくとして。ふん、知ったようなことを言うな。何でもは知らないわよ。知ってることダンケシェーン。ダンケシェーン、なぜ俺？さっき岩塩さんの話が長いって文句を言っていたけれど、お前がなかなか納得しなかったせいで解説が長引いたっていうのもまた否めないよね。知った風に語るというのならこやつこそじゃったがの。そこはほら、岩塩さんは何でも知っているから。だからといって400年前の出来事をあたかも見てきたかのように語られると、当事者としては不快感を抑えられんぞ。うぬに何がわかると言いたくなる。もちろん岩塩さんは全知ではあっても全能じゃないからね。だから僕みたいな兵隊があっちこっちちょこまかと動き回っているわけだし。とはいえ、もともとはこの仕事はうぬが一人で成し遂げる予定になっていたんじゃよな。歌舞伎物語の時点ではそういう話じゃったものな。うん、それこそ暗闇に追われている間に話が大きくなってしまった。それもまたお前のせいなんだけどね。追及するな。わしの責任を追及するな。それを始めたらもう副音声では収まらんぞ。スピンオフ作品が出来上がってしまうぞ。怪異殺しの存在感は他の怪異を引き寄せるなんて話もあったもんね。食料の方から寄ってきてくれて、その時代は便利だっただろうけれど、同時にろくでもないものも引き寄せてしもうておったから、その辺は何とも言えんの。ろくでもないものを引き寄せてしまうお前の生態はどうなんだろう。春休みに鬼のお兄ちゃんというろくでなしを引き寄せてしまったのかもしれないね。否定しがたいが、我が主様を元から妖怪だったみたいに言うな。あの時点ではまだ普通の高校生じゃろ。羽川翼と事前に吸血鬼についてトークしていたから、その後お前と対面を果たした時に適切な対応を取れたんだろうね。適切というか不適切というか。不適切の方じゃろうな。僕だったら適当な対応を取っただろうね。それは絶対不適当という意味での適当じゃろうが。一応僕も専門家の一派だからね。普通に対決していたんじゃないだろうか。お前を退治しに来たという吸血鬼ハンターたちに加勢したかどうかはともかくとして、何にしてもあの時遭遇したのが他の誰でもない我が主様だったことが、この忍ぶメールの遠因となっておるというのはまごうことなき事実じゃろうな。それが羽川翼だっていう可能性もあるにはあったんだろうね。あの時点で吸血鬼に会いたがっていたのはむしろあの猫ちゃんの方だったみたいだし。その場合どんなルートになっておったんじゃろうな。パラレルワールドに思いを馳せ始めると終わり物語というよりは歌舞伎物語っぽくなってくるが、あの時点での羽川翼がお前を見捨てたとは思いにくいからね。お前に血を吸われて吸血鬼になったという線が濃厚だろう。その場合向き不向きという観点を飛び越えてとんでもないモンスターが誕生していたんだろうな。実際それと似たようなことが起こった結果、歌舞伎物語においては世界が滅んだわけじゃろうしの。クワバラ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 ってお前が言っていいことじゃないけどね。そう思うと羽川翼よりも先にキッショットアセルラオリオンハートアンダーブレードに遭遇した鬼のお兄ちゃんの隠れたファインプレーだ。じゃの、それがベストだったかどうかはともかくとして、少なくとも最悪ではなかった。お前がお前だって時点で
もう最悪みたいなものだけれどね。つどつどわしを責めるな。お前に多少なりとも自制心があったら、なんとかなった問題が多すぎるんだよ。なんで600年近くも生きていて、そこまで自己の形成が未熟なの。そこまで自己の形成が未熟なのじゃないわ。円熟している。非常にまろやかじゃ。そこへ行くと僕なんて悟りを開いているようなものだからね。そんな風にいちいちとなったりしない。口調も穏やかだ。棒読みなだけじゃろ。鬼のお兄ちゃんの件に関してもそうだけれども、400年前の経緯にしてもさ、ガエンさんが語ってくれるから、それを副音声でチクチク繰り返したりはしないにしても、なんで初代怪異殺しを吸血鬼にしちゃったわけ。もうちょっと我慢できなかったの。真面目な説教モードに入るな。愚痴るわけではないが、この時だってこの神社の境内にわしがどれくらい言いづらかったと思っておるんじゃ。確かに空気は悪かっただろうね。この空気の中平然としておった猿娘は大したメンタルの持ち主じゃと言えるがの。うん、まあこの一族はそういう一族なんだよ。よく言えば大したメンタルじゃが、悪く言えばふてぶてしいの。いずれは専門家になったりするのかな。ひょっとするとガエンさんがここでカンバル駿河と接点を持ったのは、彼女の将来性を見込んでのことだったのかもしれないね。ふん、後継ぎ探しというわけか。そうだね。お前のしでかした眷属作りと違って、ガエンさんは計画的だから。しでかしたとか言うな。しでかしただろ。二度にわたってしでかしただろ。お前なんかおとなしく春休みに死んでればよかったんだよ。表に出、そこまでの暴言を浴びせられて怪異の王が黙っていられるか。ガエンさんもこの時相当気を使って解説していると思うよ。お前にも気を使っているし、それに鬼のお兄ちゃんにも気を使っていると思うよ。そりゃまあデリケートな問題をはらんでおるからの。いや、変に刺激するとお前ら世界を滅ぼしたりするじゃない。そんなポンポン世界を滅ぼしたりせんわ。たまたまほんの一回だけそういうことがあっただけじゃ。よかったね、たまたま滅ぼして。やかましいわ。わしの名言を持ってくるな。おとり物語より、正しくはよかったの、たまたま可愛くてだったね。愉快なのは、この名言を口にした翌日にはお前はそういった相手からズタボロに引き裂かれる結果になるという、例によっての自業自得感だよね。例によっての自業自得感じゃないわ。わしをのび太くんみたいに言うな。まあ、おとり物語ってこの視点から見れば未来の話なんだけれど、嫌なもんだね。自分がズタボロに引き裂かれるって未来が確定しているって。絶対に回避してみせる。ウヌが次に予習するときには、おとり物語はわしの君臨の物語となっておる。君臨の物語って、君臨したことがないだろう。あるわ。400年前、その結果大変なことになった。大変なことになってるんじゃないか。しかもあれって君臨というよりは祭り上げられただけだもんね。そこへ行くと戦国なでこは大したもんだ。結果おとり物語って戦国なでこの君臨の物語だったわけだし、そう考えると決してたまたま可愛かっただけじゃないね、あの子。あやつもすぐに陥落したじゃろうが。幅広く迷惑をかけたわけじゃないって意味じゃ、お前よりはだいぶ増したよ。お前の君臨なんて見なさい、400年も尾を引いているじゃないか。見なさいって、口の聞き方が無礼を通り越してわしの先生みたいになっておる。スケールが大きいという表現もできるけれどね、一挙一動が周囲に与える影響が強すぎる。一挙一動、一品一生がいちいち大ごとだ。そうじゃの、大ごとじゃの。だから自覚を持ってしっかりしなさい。おこごとをくれるな。本編でも副音声でも言いづらくて言いづらくてしょうがないわい。わしの安住の地はどこにあるんじゃ。お前の安住の地は鬼のお兄ちゃんの影の中くらいしかないのかもしれないね。それを思うと、600年の時を経て長い長い旅路を終えて、お前はとうとう理想の居場所を見つけたんだね。よかったよかった。まとめるな。それは最終回用のナレーションじゃろ。理想の居場所があんな奴の影の中でいいのかとは思うけれど。あんな奴って言うな。我が主様である以前にウヌにとっても友達なんじゃろ。だから何気にこの時お前と鬼のお兄ちゃんとのペアリングが切られているっていうのは結構な大事件なんだよね。実のところ初代怪異殺しの案件よりもそっちの方が大事件かもしれないくらいだよ。ああ、それはそうかもしれんの。ペアリングが上手日に回復できなければ、わしが、つまり鉄血にして熱血にして冷血の吸血鬼が復活を遂げていた可能性もあったわけじゃしの。この時点ではお前があの廃ビルで星野のお兄ちゃんと一緒に暮らしていた頃と
そう大差ないんだけれども、行き着けばそういう可能性もないでもなかった。そうなると世界が滅びる未来もわずかながら見えてくるわけか。始末に応援の。お前にとっては安住の地かもしれないけれど、おしののお兄ちゃんにとっては体のいい封印だったのかもしれないね。そういう意味合いはあったじゃろうな。別段あのアルハ小僧は情にほだされてわしを我が主様の影に押し込んだというわけではないじゃろうからの。大手柄とも言えるけれど、その後始末をする形になった岩塩さんにしてみれば手のかかる後輩なんだろうね。おしののお兄ちゃんにしても、怪奇のお兄ちゃんにしても、僕のお姉ちゃんにしても、手のかかる後輩ばっかり抱えてるよ岩塩さんは。後輩でこそないが、うぬも相当手のかかる手札じゃろ。そしてこれからは鬼のお兄ちゃんもそうなるのかな。いや、それもまたこの仕事を試金石としているところはある。カンバル駿河と同様、荒らぎ小読みも試されているのかもしれない。わしもまた試されておったのかもしれんな。お前なんか試すまでもないだろう。ウヌの耐久性を試してやろうか。ガエンさんは常に優秀な人材を求めているからね。しかも育てる気も満々だ。鬼のお兄ちゃんはともかく、カンバル駿河は血のつながった姪っ子だからね。もっともあの姉の娘であることを思うと、その判断も一筋縄じゃいかないだろうけれど、元締めの姉であり猿娘の母親であるその女は決して専門家というわけではないんじゃよな。うん、あの人は駆け落ちしたから、ガエンの一族からしてみればいわゆる裏切り者みたいな位置づけだ。裏切り？そう、お前がよくされるやつ。よくはされておらん。600年でたった2回じゃ。そう言ったら少ないみたいだけれど、2人中2人じゃない。 100% の確率で裏切られてるじゃない。ガエンさんのお姉さんもきっとお前を裏切っただろうね。そんな知らんやつに裏切られても痛くもかゆくもないわ。カンバル駿河の難しいところは、左腕に怪異を宿しているっていう点だろうね。その辺がガエンさんにも扱いかねるところだろう。一応あの人にも立場というものがあるから、一度怪異に願った姪っ子を知人に引き入れるとなると、政治工作も必要になってくるわけで、身内を贔屓していると思われたらお前みたいに失脚することもありえるわけで。失脚するという言葉の枕言葉にお前みたいにって言うな。失脚はどちらかといえば終わり物語かっこ上に登場したヒロインの得意技じゃろ。といったところで B パート終了。岩塩さんの話と初代怪異殺しとの戦いは下巻に続くよ。エンディングだよ。お疲れ様でした。本当に疲れたわい。もう帰ってよいのか。いえ、この後銀幕スターさんには銀幕のお仕事があります。ハードワークすぎるじゃろ。せめて逆にせえよ。副音声を取った後のテンションであの世界観に戻れるか。ここまでバカにされた後でどうやってあのシリアスなスクリーンに臨むんじゃ。騙して呼ぶのをやめろって言うから、今回はダブルヘッダーを組んでみたんだ。傷物語第2部熱血戦も楽しみにしつつ、忍ぶメール下巻も楽しみにしているから応援してるよ。応援されても手に負えんわ。ん？ということは下巻の副音声はこのコンビではないのか。うん、ロリコンビバージョン違いではお送りしない。それは朗報じゃの。カカ、お前とカンバル駿河の鬼神コンビでお送りする。強報でしかないじゃろ。はあ、鬼神コンビ。下巻で繰り広げられるトークライブの続きをぜひ副音声でもやってもらおうと思って。企画意図が悪辣すぎるわ。でもその日は傷物語第3部霊血編のロケの日だから、嫌がおうでも収録現場には来てもらわないと。だからダブルブッキングをやめろ。ちゃんと騙せ。そんな感じで忍ぶメール上巻はこれにて。副音声のお相手は、何かいいことあったらピース、小野の清継と。何かか、いいことあったらいいの、推しの忍ぶじゃった。いや、やっぱり最初から取り直すぞ。血の中からこんな大太刀を取り出すなんて、お前手品師みたいだね。手品師って言うな。どう考えてもお前の身長よりも長い毛たちをどうやって体の中に収納していたのか気になるな。お前が死んだら解剖して調べよう。死後に解剖するな。死んだら本当の友達になれるんじゃなかったのか。友達のことはよく知りたいって思うんだ。死んでも死にきれんわ。野暮な説明をすれば、これは手品でも何でもなくて、一回一回お前の物質創造能力で妖刀心当たりのレプリカを鍛造しているってことでいいのかな。素人である鬼のお兄ちゃんが猿蟹合体を一刀両断したところを見ると。
狂うのに特段の技術を必要とするわけではないんだね。あんな長さの刀、妖刀でなくとも使いこなすのは大変そうだけれど。まあ我が主様はこれまでにも何度か振るったことがあるからな。初めて使ったのは確かゴールデンウィークに化け猫を相手にした時じゃったか。ああ、羽川翼を一刀両断にした時のことか。一刀両断にするか、どんな展開じゃ。そんな本編にどんな副音声をつければいいんじゃ。それこそ悲惨じゃろうが。その時の副音声を担当したのも僕なんだけれどね。あの男が土下座して頼むから貸してやったのじゃがな。あの頃のわしは無口キャラじゃったからの。一生無口でいればよかったのに。うぬが一生無口でいろ。オープニングだよ。サルカニ合体は倒せたみたいでよかったね。お前たちにしてはよくやったよ。62点。ぶっ殺すぞ。お前と同じ評価なんだけれど。同じでもうぬに言われると腹が立つわ。うぬが一体どの立場から採点しとるんじゃ。立場っていうか、ブランコに座って見ていたお前が採点するのだって十分おかしいだろう。何度も言うけれど、このサルカニ合体はお前が連れてきたんだって。じゃからヘビの頭はわしが握りつぶしたじゃろうが。ヘビの頭を握りつぶすって結構気持ち悪いことするよね。25点。じゃから採点するな。本当に気持ち悪いのはこの後の A パートなんだけれどね。お前、ヘビを含めたこの怪異もどきをガツガツ食うじゃない。怖っ。猿に引っかかれまくった怪我をさっさと回復させねばならんかったからの。野趣あふれるお食事だよね。同席せずに済んでよかった。オープニング終了だよ。 A パートだよ。ここで鬼のお兄ちゃんとカンバル駿河が上着を交換するんだよね。そうじゃな。猿娘のジャージがバトルの結果ビリビリに破れてしもったからの。ノーブラだったからね。お兄ちゃんの配慮だ。鬼配慮だ。鬼配慮ってなんじゃい。だけどこれが結構検証すると面白い話でね。じゃあ猫物語白において登場した鬼のお兄ちゃんがまるで大冒険を終えてきたかのようにボロボロの上着を着ていたのはなんだよ。あれはカンバル駿河と上着を交換していただけだったのかよ、みたいな。何せ400年前からの因縁でもあるし、また歌舞伎物語から連なる一連の物語の解説でもあるんだから。それはその通りじゃが、しかしそれを差し引いてもこの元締めの話は長いっちゅうのはあると思うぞ。否めないね。この時こやつが偽名を名乗った理由って結局なんじゃったんじゃ。偽名を名乗ったのみならず、あのアロハ小僧の妹じゃと大胆な嘘もついておったが。ガエンさんの心中のすべてを僕が理解しているわけじゃないけれど、それはカンバル駿河に対する手前だよ。ガエン星を名乗ったらさすがに血縁だってバレるでしょう。ふん、しかし妹というのは無理がないか。先輩なんじゃろ。そこは謎だ。若やぎたかったのかな。それともカンバル駿河の母親ガエン東映の妹という立場を引きずったのかもしれない。まあ確かに姉という雰囲気ではないか。うん、先輩っぽくはあっても姉っぽくはないよね。 A パート終了だよ。 B パートだよ。忍メールの召喚はとりあえずこれでおしまいということになるんだけれど、忍、何か他に言っておきたいことはある？言っておきたいのは呼び捨てをやめろじゃ。もう言っても無駄な気しかしておらんが。でもおしの。でもじゃないわ。名字で呼び捨てにするな。ややこしいわ。アロハ小僧とごちゃつくし、画面でこの女もおしのせいを名乗っておるし、おしのだらけじゃろ。しかしお前は本当に綺麗に騙されたもんだよね。どこで嘘だって気づいたの？下巻でも特に気づいている様子ってなかったよね。ネタバレにもならんと思うから言ってしまうと、気づいたのは全部が終わった後じゃったな。気づいたっちゅうか、我が主様に教えてもろうたのじゃが。ガエンさんにしてみれば正体を隠したままでカンバル駿河を巻き込みたかったっていうのがあったんだろうな。まあバレたらバレたでそれでいいくらいの優先順位だったとは思うけれど、鬼のお兄ちゃんがパッとうっかり教えちゃう可能性もあったわけだし、そこは我が主様も空気を読んだのかの。そしてガエンさんから一刻も早く鎧武者の正体について聞きたくて気がせいていたんだろうね。それはあっけなく教えてくれたわけだけど。あっけなさすぎるわ。あんな言い方をされて信用できるか。どんな言い方をされてもお前を納得させるのは難しかったと思うけれどね。この B パートはおろか解説が下巻に及んでもお前はまだ半信半疑だっただろう。信じられなかったのか信じたくなかったのかはともかくとして。ふん、知ったようなことを言うな。何でもは知らないわよ。
知ってることダンケシェーン。ダンケシェーン、なぜ俺？さっきガンエンさんの話が長いって文句を言っていたけれど、お前がなかなか納得しなかったせいで解説が長引いたっていうのもまた否めないよね。知った風に語るというのならこやつこそじゃったがの。そこはほら、ガンエンさんは何の不作品が出来上がってしまうぞ。怪異殺しの存在感は他の怪異を引き寄せるなんて話もあったもんね。食料の方から寄ってきてくれて、その時代は便利だっただろうけれど、同時にろくでもないものも引き寄せてしもうておったから、その辺は何とも言えんの。ろくでもないものを引き寄せてしまうお前の生態はどうなんだろう。春休みに鬼のお兄ちゃんというろくでなしを引き寄せてしまったのかもしれないね。否定しがたいが、我が主様を元から妖怪だったみたいに言うな。あの時点ではまだ普通の高校生じゃろ。羽川翼と事前に吸血鬼についてトークしていたから、その後お前と対面を果たした時に適切な対応を取れたんだろうね。適切というか不適切というか。不適切の方じゃろうな。僕だったら適当な対応を取っただろうね。それは絶対不適当という意味での適当じゃろうが。一応僕も専門家の一派だからね。普通に対決していたんじゃないだろうか。お前を退治しに来たという吸血鬼ハンターたちに加勢したかどうかはともかくとして、何にしてもあの時遭遇したのが他の誰でもない我が主様だったことが、この忍ぶメールの遠因となっておるというのはまごうことなき事実じゃろうな。それが羽川翼だっていう可能性もあるにはあったんだろうね。あの時点で吸血鬼に会いたがっていたのはむしろあの猫ちゃんの方だったみたいだし。その場合どんなルートになっておったんじゃろうな。パラレルワールドに思いを馳せ始めると終わり物語というよりは歌舞伎物語っぽくなってくるが、あの時点での羽川翼がお前を見捨てたとは思いにくいからね。お前に血を吸われて吸血鬼になったという線が濃厚だろう。その場合向き不向きという観点を飛び越えてとんでもないモンスターが誕生していたんだろうな。実際それと似たようなことが起こった結果、歌舞伎物語においては世界が滅んだわけじゃろうしの。クワバラ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 ってお前が言っていいことじゃないけどね。そう思うと羽川翼よりも先にキッショットアセルラオリオンハートアンダーブレードに遭遇した鬼のお兄ちゃんの隠れたファインプレーだ。じゃの、それがベストだったかどうかはともかくとして、少なくとも最悪ではなかった。お前がお前だって時点でもう最悪みたいなものだけれどね。つどつどわしを責めるな。お前に多少なりとも自制心があったらなんとかなった問題が多すぎるんだよ。なんで600年近くも生きていてそこまで自己の形成が未熟なの。そこまで自己の形成が未熟なのじゃないわ。円熟している。非常にまろやかじゃ。そこへ行くと僕なんて悟りを開いているようなものだからね。そんな風にいちいちとなったりしない。口調も穏やかだ。棒読みなだけじゃろ。鬼のお兄ちゃんの件に関してもそうだけれども、400年前の経緯にしてもさ、ガエンさんが語ってくれる金氏の何にしてもそんなに必要なものじゃないって言うんだったら、初代怪異殺しに返してあげてもよかったんじゃないの。妖刀心当たりってもともとはあの鎧武者の骨なんでしょう。そこはまあ詳しくは下巻を待ってほしいところなのじゃが、ちょっとだけ今言えることを言っておくと、この場合返した瞬間わしがぶった切られる恐れがあるからの。あ、そっか、そりゃそうだ。妖刀心当たりっていうのはキスショットアセルラオリオンハートアンダーブレードという吸血鬼すら退治しうる兵器なんだ。そりゃお前にしてみればおいそれと返すわけにはいかないよね。それを思うとお前ってとんでもないやつを最初の眷属にしちゃったんだね。経緯はいろいろあったとは思うけれど、やっぱり全部お前が悪いよね。全部をわしのせいにするな。ぶった切るぞ。しかしまあ岩塩さんも分かりにくいところにメッセージを残したものだよね。ブランコの下なんて普通見ないよ。ああ、わしがブランコの下で寝ておった理由な。いや、でもそれってブランコの下にいた理由にはなっても、ブランコの下で寝ていた理由にはならないよね。あの時はバトル後で疲れておったからの。あと何気に焼け落ちた廃ビルに向かう時化け猫に触られておったから、そこそこのエナジードレインをされていての。ああ、そうだったそうだった。実はお前疲労困憊だったんだ。そうでなかったら怪異もどきのレインコートに苦戦などせんわい。なるほど、確かに夢の共演でこそあったが、よく考えたら一人で戦った方が楽だったかもしれん。
身も蓋もない見解だね。その疲労も最終的にはサルカニ合体を食べることで概ね回復したがの。ちゅうところでそろそろ A パートもおしまいか。うん、岩塩さんの状況解説がもうすぐ始まると言っても回をまたぐんだけれど、ここで回をまたぐということはつまり下巻に続くということじゃな。まあ長い話になるのは仕方ないよ。何せ400年前からの因縁でもあるし、また歌舞伎物語から連なる一連の物語の解説でもあるんだから。それはその通りじゃが、しかしそれを差し引いてもこの元締めの話は長いっちゅうのはあると思うぞ。否めないね。この時こやつが偽名を名乗った理由って結局何じゃったんじゃ。偽名を名乗ったのみならず、あのアロハ小僧の妹じゃと大胆な嘘もついておったが。岩塩さんの心中の全てを僕が理解しているわけじゃないけれど、それはカンバル駿河に対する手前だよ。岩塩姓を名乗ったらさすがに血縁だってバレるでしょう。ふん、しかし妹というのは無理がないか。先輩なんじゃろ。そこは謎だ。若やぎたかったのかな。それともカンバル駿河の母親岩塩東映の妹という立場を引きずったのかもしれない。まあ確かに姉という雰囲気ではないか。うん、先輩っぽくはあっても姉っぽくはないよね。まあバレたらバレたでそれでいいくらいの優先順位だったとは思うけれど、鬼のお兄ちゃんがパッとうっかり教えちゃう可能性もあったわけだし。そこは我が主様も空気を読んだのかの。そして岩塩さんから一刻も早く鎧武者の正体について聞きたくて気がせいていたんだろうね。それはあっけなく教えてくれたわけだけど。あっけなさすぎるわ。あんな言い方をされて信用できるか。どんな言い方をされてもお前を納得させるのは難しかったと思うけれどね。この B パートはおろか解説が下巻に及んでもお前はまだ半信半疑だっただろう。信じられなかったのか信じたくなかったのかはともかくとして。ふん、知ったようなことを言うな。何でもは知らないわよ。知ってることダンケシェーン。ダンケシェーン、なぜ俺。さっき岩塩さんの話が長いって文句を言っていたけれど、お前がなかなか納得しなかったせいで解説が長引いたっていうのもまた否めないよね。知った風に語るというのならこやつこそじゃったがの。そこはほら岩塩さんは何でも知っているから。だからといって400年前の出来事をあたかも見てきたかのように語られると当事者としては不快感を抑えられんぞ。うぬに何がわかると言いたくなる。もちろん岩塩さんは全知ではあっても全能じゃないからね。だから僕みたいな兵隊があっちこっちちょこまかと動き回っているわけだし。とはいえ、もともとはこの仕事はうぬが一人で成し遂げる予定になっていたんじゃよな。歌舞伎物語の時点ではそういう話じゃったものな。うん、それこそ暗闇に追われている間に話が大きくなってしまった。それもまたお前のせいなんだけどね。追及するな。わしの責任を追及するな。それを始めたらもう副音声では収まらんぞ。スピンオフ作品が出来上がってしまうぞ。怪異殺しの存在感は他の怪異を引き寄せるなんて話もあったもんね。食料の方から寄ってきてくれてその時代は便利だっただろうけれど、同時にろくでもないものも引き寄せてしもうておったからその辺は何とも言えんの。ろくでもないものを引き寄せてしまうお前の生態はどうなんだろう。春休みに鬼のお兄ちゃんというろくでなしを引き寄せてしまったのかもしれないね。否定しがたいが我が主様を元から妖怪だったみたいに言うな。あの時点ではまだ普通の高校生じゃろ。羽川翼と事前に吸血鬼についてトークしていたから、その後お前と対面を果たした時に適切な対応を取れたんだろうね。適切というか不適切というか。不適切の方じゃろうな。僕だったら適当な対応を取っただろうね。それは絶対不適当という意味での適当じゃろうが。一応僕も専門家の一派だからね。普通に対決していたんじゃないだろうか。お前を退治しに来たという吸血鬼ハンターたちに加勢したかどうかはともかくとして。何にしても悪口でいろ。オープニングだよ。サルカニ合体は倒せたみたいでよかったね。お前たちにしてはよくやったよ。62点。ぶっ殺すぞ。お前と同じ評価なんだけれど。同じでもウヌに言われると腹が立つわ。ウヌが一体どの立場から採点しとるんじゃ。立場っていうかブランコに座って見ていたお前が採点するのだって十分おかしいだろう。何度も言うけれどこのサルカニ合体はお前が連れてきたんだって。じゃから蛇の頭はわしが握りつぶしたじゃろうが。蛇の頭を握りつぶすって
結構気持ち悪いことするよね。25点。だから採点するな。本当に気持ち悪いのはこの後の A パートなんだけれどね。お前、蛇を含めたこの怪異もどきをガツガツ食うじゃない。子は猿に引っかかれまくった怪我をさっさと回復させねばならんかったからの。野趣あふれるお食事だよね。同席せずに済んでよかった。オープニング終了だよ。 A パートだよ。ここで鬼のお兄ちゃんとカンバル駿河が上着を交換するんだよね。そうじゃな。猿娘のジャージがバトルの結果ビリビリに破れてしもうたからの。ノーブラだったからね。お兄ちゃんの配慮だ。鬼配慮だ。鬼配慮ってなんじゃい。だけどこれが結構検証すると面白い話でね。じゃあ猫物語白において登場した鬼のお兄ちゃんがまるで大冒険を終えてきたかのようにボロボロの上着を着ていたのはなんだよ、あれはカンバル駿河と上着を交換していただけだったのかよみたいな。あの時めちゃくちゃかっこよく登場しておったが、羽川翼は感動さえしていたのにね。なんだその舞台裏。舞台裏っちゅうかこっちではそれが表なんじゃがの。そうだね。鬼のお兄ちゃんが大冒険を終えて羽川翼の元に駆けつけたのは嘘じゃないもんね。それこそ妖刀心当たりを引っ下げてさ。よく考えたらその刀もわしからの借り物じゃな。もっとも元はといえばそれだって初代怪異殺しの持ち物ということになるわけだ。返してもらうって言ってたよね。吸血鬼としての評価はさておき、お前や鬼のお兄ちゃんよりも初代怪異殺しの方が刀を振るのは上手そうなイメージはあるけれど、そこはどうなの。そりゃ専門職じゃからの。我が主様は素人じゃし、刀は刀でも日本刀っちゅうのはわしにとっては馴染みのあるものではなかったからの。400年も使っておればさすがに慣れたが、それとて誰かから教えを受けたわけではない。人から何かを習うってタイプじゃないもんねお前。そう、独学でさえないな。適当に振るっておるだけじゃ。まあお前の場合別に大太刀なんて使わなくてもいいって事情もあるんだろうけれどね。あくまでも衣装っていうか余興みたいなものだよね。そうじゃな。いや、幼女化しておるこの時はそうでもないが、前世